えー、ディバレン T シャツ数量限定で販売中ですなくなり次第終了なんで、えー、欲しい方はぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください今一旦お前の理想のボディーを想像してみてほしい目つむってどうなりたい憧れの体はどんな感じ自分に正直になって思い浮かべろってね女の子からのモテもそうだけど 自分がどんな体になりたいのか、ね、脱いだときに、どういう体だったら自分に誇りを持てるか、一回想像してみてほしい。おそらく、お前の今の脳みそに思い浮かんだ、かっこいい体ってのは、9割方、ね、もちろん違う人もいるかもしれないけど、バキバキな体だと思う。絞れてて、体脂肪率低くて、筋繊維がね、見えてで、顔はシュッとしてて、一切むくみがなくて、余計な脂肪乗ってなくて。 ね、セクシーな体じゃないかと思うもちろん違う人もいるのは知ってるよ、ね、ラグビー選手とかさあのパワーリフターとかねそういう体かっこいいって思う人もそれはもちろん、ね、個人の好みだからそういう人もいるだろうと思うただおそらく9割方の男はね脱いだ時に腹筋が見えててみたいなそういうバキバキのボディがかっこいいって感じるんじゃないかと思うでそれを欲しいんじゃないかと思うけどお前に厳しい現実を 突ききつけなきゃいけななゃいいお前はまだそのバキバキな体に値しない。お前はそのバキバキの体になる資格はない。ないって。ないよ。はっきり言うよ。今の現状のお前が、ね、そのバキバキな体を目指して腹筋やったところで、ね、絞ったところで、ただのガリガリにしかならない。断言する。この動画見てる9割以上の男は、 お前今現時点で絞ったところでお前はただのガリガリにしかならない特に筋トレ始めたてのやつ、ね、人生においてまだ一度もバルカップっていう犠牲を払ってないやつバルカップは犠牲よ俺の顔見ろよ、ね、むくんでるしいやこの前の動画ではデブとかにもやられたりしたお腹出てるよとか、うん、全然自分だ あのずっと俺これまでずっとガリガリでコンプレックスだったからデブって言われてな何一つあの傷つかないんだけどあの、ね、だらしないとかデブとか腹がぶよぶよとか、ね、顔むくんでるとかごちゃごちゃめっちゃ言われるで,なで、まあ、顔がむくんでるせいで、まあ、本来の自分の顔以上にブサイクになってる、うん、だから俺重々承知けどこれをやらないと一旦ブスにならないと一旦バルカップしないとその犠牲を払わないとお前はただのガリガリにしかならないよ ね、で、お前も分かってらず、本当はお前はもっとでかくなりたい、本当はちゃんと筋肉が欲しい、ただお前には、一旦まあ、言い方悪いけど、デブになる覚悟がない、ブスになる覚悟がない、今この瞬間、かっこよくありたい、ね、その気持ちはすごく分かる、けど、その犠牲を払って、お前は一旦太らないとかっこいい体ら手に入んないよで、これは過去の自分に今伝えてる、俺はここ3、4年、ほぼずっと厳重維持してきた。 ほぼずっと現維持もちろん着実にでかくはなってるけどかなりスピード遅い、ね、筋トレガチでやってる人からしたらジョージ何してんのって思う人もいるんじゃないかと思う5年やってそれ6年やってそれみたいなうんその通りだと思う、ね、最初の12年もちろん、ね、ビギナーズゲインズで、ね、ってか俺その時結構増量頑張ってたわ <laughs> ブズになる覚悟とかブズになると思ってなくてやみくもに食ってたから普通にでかくなったんだけどそれ以降 ね、ビギナーズゲインでもらって、まあるあ程度、まあね、筋トレしてるかなってぐらいの体手に入れてからはずっと現状維持してた俺バルカップする覚悟がなかったからブスになる覚悟がなかったからデブになる覚悟がなかったから今の現状よりもちょっと自分の見た目が悪くなることそれに恐れてたからそれによってちょっとモテなくなるかもしれないとかそれによってちょっと周りからの、あのー、リスペクトが減るからとかこうやってカメラの前に立つから、まあ、なるべく自分をかっこいい姿で。 ね、移したいとかそういう短期的願望によって素直にバルカップできてなかったそのせいで多くの成長のチャンスを逃してきたその犠牲を払う覚悟がなかったせいで多分今同じポジションにいる人多いんじゃないかと思う耳が痛いと思うこれ聞いてて特にまあビギナーズゲインズゲットしてあの今現状維持してる人ある程度ちょっとかっこいい体作り上げれてちょっとモテるようになったやつお前はそのモテを犠牲にしなきゃいけないんだよ次のレベルに進みたかったら いいんだよその体で満足していんだったらもういい。この動画見なくていい。どうぞ。満足じゃなって。理想のボディゲットしてるんでしょもう何も思わなくていいよ。うん。見なくていい、この動画。ただ、もっと上に行きたいって分かってて、今ブスになること、今モテを犠牲にすることから逃げてるんだったら、お前間違えてるよ。お前ミスってるよ。お前一生たどり着かないよ、そこに。覚悟がないんだもん。より良い自分を作るために、 今の自分を犠牲にする覚悟がないんだもん。値しないって。お前にその理想のボディは。そこ犠牲にして、今の自分を少しね、レベルダウンしてでも欲しいものを取りに行く、そんぐらいの覚悟がないと、お、ま、前、あ、理想のボディ、いつもやっても達成できない。顔むくむのやだな。シュッとしてた方が絶対クラブでモテるわ。シュッとしてた方が絶対デートで第一印象いいわ。海でモテる体になりたい。わかるよ。マジでわかる。今一番モテるのは、今、シュッとしてることだね。 今ある程度腹筋がうっすら見,れる見える程度に絞れてることだねただそれを維持しようと思ったらお前の体全部が維持される両方は取れないんだってもちろんねバキバキなまま増量するってのも不可能ではないよ計算し尽くして本当にリーンバルクしていけばね2 0 0カロリーだけ多めに取ってみたいなけどその細かい計算だったりあのブスにならないようにブスにならないようにみたいなその覚悟のなさねっ 犠牲を払う覚悟のなさってのは結局トレーニングに出るから費やしてないんだもんすべてを例えるとマッチョになりすぎるのは嫌だって言いながら筋トレしてる人みたいなもんいやマッチョになるためにはそれぐらいの覚悟を持ってそれぐらいの努力しないとなれないわけじゃん、ね、マッチョになるの嫌だなと思いながら筋トレしたところでマッチョになれないわけ絶対それと一緒マインドセット的には一生たどり着かないよかっこいい理想のボディ欲しいなって思いながらもだけどバルクアップしたくないなってバルクアップから逃げる 筋肉をつけるには余剰カロリーが必要なわけよ。カロリーが不足してる状態では、新しい筋肉を作る栄養素が足りてないわけよ。エネルギーが足りてないわけよ。ジムで1レップ先週よりも多くやる燃料が足りないわけよ。どうやって筋肉つけるの初心者はもちろん例外、ね、ビギナーズゲインズで腕立て30回やってれば、多分ある程度筋肉発達するよ。けどこれは今、ある程度筋トレして、現状維持してるやつに向けて言ってる。 お前は次の犠牲を払わないと、次のステップに進まないと、いつまであってもそのままよ。ブスになる覚悟を持って、顔がむくむ覚悟を持って、ちょっと仕事の生産性落ちる覚悟を持って、ダイエットプラン用意して、ミルプレップして、スケジュール通りに飯食ってカロリー計算しないと、お前は次のレベルにたどり着かないよ。いい何度も言う。これは俺は、過去の自分に向けて言ってる。犠牲が足りなすぎる。食ってるふり。お前それ食ってるふりよ。うん。食ってるふり。 ああ、もうお腹いっぱいだー。食ってるふり。食ってないお前はブスにな。ブスになる覚悟を持って、デブになる覚悟を持って、皮がむくむ覚悟を持って、自分が設定したカロリー毎回ヒットしていかないと。自己規律よ、それも。てかこれ最大の自己規律だと思う。うん。予定通りに飯を食うこと。予定通りの量の飯を予定通りに食うこと。マジです、自己規律うん。で、いろんな言い訳をつけて俺は、これまでに逃してきた。その、 1>, 1回分の食事逃すことで5 6 0 0カロリー足りなくなるわけよ。ね順調にバルカップしてたのが、もうその1回、飯を逃してしまうことによって、一気にカロリーディフィジットなわけよ。カロリー不足なわけよ。まあ、1日じゃ逃したくらいならいいよ。けど、週にそれを3回、4回逃してたら、現状維持よ、また。だって、お前をより大きくするのは、そのプラス5 0 0ロリー六6 0 0カロリーなの。その5 0 0ロリー六6 0 0カロリーを見損なってたら、失ってたら。 現状維持だって。体そのままよ。大きくならないよ。パワー出ないよ。記録更新できないよ。今その状態で絞ってどうすんの気持ちいいよね。バキバキの腹筋。気持ちいいよね。嬉しいよね。顔がシュッとして。現状維持よ。現状維持、それ。現状維持でいいなら OK だと思う。ね、今の体に満足してなら OK だと思う。ただ、より大きくなりたいんだったら、本当の自分の理想のボディに近づきたいんだったら、お前は今一旦偽犠牲を払らなきゃいけない。 モテを犠牲にしなきゃいけない。顔を犠牲にしなきゃいけない。腹筋に頼るな腹筋に頼るなって。シュッとした顔に頼るなお前。なシュッとした顔に頼ってるようでは、お前、いつまでやっても同じ体のままよ。耳痛いと思うけど、これ飲み込まないと。犠牲を学べって。 本当に欲しいものを得るためには、長期的に犠牲を払う覚悟を持って取り組まなきゃいけないんだよ。俺、この1ヶ月、しっかり食事守って、男のが激ハウスでちょっと痩せちゃって、確かに男のとが激ハウス直後77キロで、今俺81キロある。4キロ増量した。もちろん男のが激ハウスで結構減ってた分、あの最初の1、2キロはスッて戻ったんだけど、けど、着実に大きくなってる。毎週毎週、ジムで記録更新してる。明らかに強くなってる。 まあその一方、多分俺の顔は不細工になってると思う、ね。より脂肪はついてきてると思う。けど、このプロセス信じて、半年、1年、もちろん途中でミニカット入れるかもしれないけど、増量し続けたら、犠牲払い続けたら、ジムで記録更新し続けたら、それはね、半年後、1年後実際に絞ったときに、その脂肪の下に隠された鎧は輝くよ。間違いなく今現時点よりも絶対輝くよ。ね。今この時点で、 バッてねじゃあ5キロ減量しました6キロ減量しましたっつったらそれはかっこよくなるよ今よりだけど今からプラス3キロ4キロ5キロ増量してねそのプロセスで毎回毎回ジムで記録更新して筋肉でかくしてその後に絞ったらお前らその脂肪の下に隠された鎧ってのは絶対輝いてるよ理想に近づいてるよだってそれだけの犠牲を払ったんだもんお前は長期間にわたってこれ結構俺の YouTube のビジネスにも近い 俺は登録者3000人、4000人の時点で大学辞めて実家に戻ってニートにあった、まあ、ニートって言っても YouTube に全画化した大学生のままだったら俺は青山学院大学法学部ある程度の肩書きになってたわけよでもちろん、ね、東大のやつらとか慶応のやつらからして <laughs> ええー、お役なんて雑魚だろって思うかもしれないけど、まあ、でも一応、まあ、俺からしたらある程度の肩書きだったわけよ自分の主観で誇り高かったわけよ 青学生ですって言えること。頑張って入ったから俺は。ただそれを捨てて、実家暮らし、ね、土田中に戻って、俺は数ヶ月にわたって犠牲を払った。周りからの目、家族からの目。それはもちろん、ね、大学生のままでいた方が印象いいって。大学辞めて実家じゃ、大学中退して実家戻ってきて、まともに稼いでない。どれだけのイメージダウンだと思う。俺はその犠牲を払ったわけよ。その結果、自分のビジネスに全てを捧げて、欲しいものを得た。 その犠牲を払ってなかったら俺は欲しいものを得てなかった確実に言うよこれは覚悟がなかったんだもんその自分の欲しい結果を得るのに値するような犠牲を払ってなかったんだもんそれを得るのに値するぐらいの犠牲を払って初めて俺はその欲しかったものを引き寄せる筋肉も一緒お前の理想のボディも一緒お前はその理想のボディ欲しいんだったらそれに見合うぐらいの犠牲を払わなきゃいけないでそれは今一旦バルカップに入って ブスになって、顔をむくませて、普段より持てなくなること、それが必要なんだって。そのプロセスを進まないと、お前は現状維持し続ける。俺はそれのせいで、2年、3年、4年、現状維持し続けた。全く成長がなかったっつったら嘘になるけど、ジムは行ってたから。だけど、明らかに覚悟を持って犠牲払ってるやつと比べたら、スピード感が遅かった。現状維持だったいい。で俺はそれを後悔してるもちろんビジネスに あの全振りしてたから、それで少し自分のフィットネスが犠牲になってた部分もあるんだけど、それでも、もっとできたことあったと思う。もっと真剣に捉えれたと思う、自分に対して。だって、まだ自分のたどり着きたいところにたどり着いてないんだもん。ある程度、犠牲払って自分のたどり着きたいところに、たどり着いたかなって思えるところで、初めてお前は絞った方がいい。初めてその脂肪の下に隠れてる本物の鎧を発動した方がいい。今、発動するなって。今、発動しようとしたところで、お前はただのガリを。 うん、ガリガリ。もちろんそのガリガリが自分の理想の体になったら全然いいけど、それがそうなんじゃないんだったら、一旦犠牲を払って、デブになれ、ブスになれ、犠牲を払え、保証する。お前は飛躍的に成長するから、きつい時こそ、やらなきゃいけないことやろうぜ。じゃあ。